はいどうもー、ミッチさんのチョキャンプロミッチです。皆さんはコーヒーお好きですか？はい、僕はコーヒー大好きでございます。はい、キャンプとかですね、行ったら山登ったりとかキャンプ行ったりとかしたらコーヒー飲むんですけど、今までね、ただこう漠然と豆とね、この聞くね、コーヒーミルと持ってって、まあドリップです、ペーパードリップでコーヒーを飲んだりとかしてたんですけど、自分が好きなコーヒーってなんだろうなって思った時に、カフェラテですね、が好きだったんですよ。一番自分の中でこれが好きだな、これが飲みたいなって思ってて、でキャンプとかでもこうできるんだろうかっていうのがちょっと疑問があって、で知り合いにですね、スターバックスでブラックエプロンの方がいらっしゃってですね、ちょっとお話をちょっと聞いてきたんですけども、やっぱりね、エスプレッソでフォームドミルク、ね、泡を立てたミルクで作るものがエスプレッソだと。うん、ね、やっぱりちゃん、なんて言うんでしょう、立派なこうエスプレッソマシーンがないとできないのかなって思ってたら、いや、そんなことないと。できますよということで。じゃん、こいつです。ビアレッティ。イタリアで一家に一台あると言われてる、いわゆるこの何でしょう、エスプレッソマシンですよ。まあ簡易的な、はい、ね、大きいね、立派なやつは電気式で圧力をかけてエスプレッソを作るっていうのがエスプレッソマシンなんですけど、これはね、直火で、いわゆるもう夜間みたいな感じで、このね、下にスチーム、水を入れて蒸気でね、ボイラーでスチームをかけて抽出するっていうものなんですけど、まあ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 、これがあればできるということだったんでね、ちょっとね、コーヒー今日は飲みたいと思います。まあまあ、そんなことしなくてもね、世の中には便利なものがございまして、はい、いわゆるこれですよ、ブレンディエスプレッソ。まあ、これでも全然問題ないです。全く問題ございません。ただ、ちょっとはこう、手間かかったぐらいがいいんじゃないかなっていうの。もうこれでもね、これなんかもう、本当にもうコップに入れてお湯注ぐだけですから、これでも全然問題ないです。これでもできるんですけど、ちょこっとね、こだわってやってみたいじゃないですか。っていうことで、はい。これをね、使ってコーヒーをね、飲みたいと思います。はい、このね、下にここに水を入れて、でここにコーヒーの粉を入れてセットしてっていうような感じになります。はい、早速ね、ちょっとやっていきたいと思いますけど、なんだろう、こう僕はね、今まで飲んでたのはね、ただのコーヒー牛乳ですよ。コーヒー牛乳だと。やっぱりね、エスプレッソ、ちょっとおしゃれじゃないですか。ちょっとそういったものが飲みたい。コーヒーって奥深いですよね、なんかすごい。はい、もうね、今日は豆ももう買ってきました。スタバで。スタバって便利ですね。なんかね、豆も 100g から買えるんですね。今日はね、エスプレッソに合うとされてるイタリアンローストをちょっとね、買ってきて。もうね、
あの意外とこう時間かかっちゃうんで、もうミルはねかけちゃったんですけど、はい、このフィルターの中にちょっとね、コーヒーを、ひいたコーヒーを入れてきます。エスプレッソは細引きがいいらしいですよ、うん、コーヒーもね、あの引き加減粗引きだとか細引きだとかあるんですけど、それによってねまた味が変わるっていうことなんですよ。なんだろう、粗い方がこう、まあ、淡くちょっと酸味が立つで、あのちょっと細身のね、細引きの方が、味がね濃くて、で苦味が出ると。でなんか豆とかにもよってねこう変わってくるということらしいんですけど、はい、よし、ではねこれ下に水が入ってて、もうコーヒー豆のあのひいたコーヒーをセットしました。点火です。でこれがね弱火でじっくり圧力をかけた方がいいらしいということなので、ちょっとね弱火でいきたいと思います。このね、ちょっと今見せますね。この中のここ煙突の部分からこうコーヒーがこう出てくるんです。よし。弱火でねじっくりした方がいいらしいですよ。うん。でもエスプレッソってあの、まあ、急速にこう圧力をかけるっていう意味のエクスプレスからエスプレッソっていう風な言い方になったらしいんですけど、まあ、でもこのモカエクスプレスビアレッティの方はこう弱火でじっくり圧力をかけた方がいいというか、エスプレッソだけどゆっくりかっていうようなそんな感じなんですけど、まあ名前がエスプレッソだからちょっと強火でこう一気にこう沸かした方がいいのかなと思ったんですけど、なんかゆっくりじっくり圧力をかけてあの出した方がいいらしいです、うん、ね、本場イタリアでは一家に1台あるそうですよ、このモカエスクスプレスのこのね夜間みたいなやつが、いわゆるあれですね、大阪でいうたこ焼き器みたいなもんですか、一家に一台日本でもね、なんですかね、日本でいうと、いや炊飯器かな、炊飯器だったらあの一家に一台は絶対ありそうですよね。でミルクはねフォームドミルク、牛乳をこう泡立ててちょっときめ細かい泡で、このエスプレッソ、おー出てきた出てきた来た出てきたよ、はい出てきた出てきた、ほら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 すごいすごいすごい、
このね、じっくり湯浴びで出すとエスプレッソのこのね泡が出るらしいんですよ。はい、出来上がりましたよ。おお、すごい。おお、ちょっとね、少しですからコーヒーをこのぐらい。よし、 OK。 じゃああとはフォームドミルク。よし、フォームドミルク。温めたミルクを、よいしょ、はい、作ります。じゃん、中にはですね牛乳も入れてあります。なんかね、いいのがないかなと思って、これなんだかわかります？そうです、熱燗を作る、いわゆるね、なんていうんですかこれ、ああ主観機チロリですか、はい、これだったらねキャンプにも持っていけるというか、これがあればお酒もこう熱燗できるっていう、一石二鳥じゃないですか。これいいなと思ってね、それで膜がね、できない、できる一歩手前がよろしいということなんで、まあ60度ぐらいがいいんじゃないかということなので、このね、この温度計とかさ、あれですよ、使ったことないですもんね、お料理とか。意外と料理はする方だとは思うんですけど、初めてで買いました。この食品温度計なんですか、あのケーキとかね、チョコレートとか湯煎したりとかするときに使ったりとかするのかな、ね、そんな甘いものあんまり食べないんで、ね、作ったりしないんで、パンとかでも作れたりとか、パンとかでも使ったりするのかな、温度計とか。今ね、40度超えましたよ。ちょっとね、これの加減がね、いまいちよくまだわからないんで、全然レンジとかでもいいみたいなんですけど、まあ、せっかくだから、キャンプ行った時と同じような感じでちょっとやってみますね。あ、もう50度超えたよ。もう50度超えたよ。60度。目安の60。そしてこれ、これです。これがあればフォームドミルクができるということなんで、ミルクフローサーできました。よし、あ、 OK じゃない。さあ60度超えました。 OK。 さあ、あ、泡立ててフォームドミルクを作りますよ。熱っ、これ熱かったな。よし、こんな時のために手袋用意。よし、さあ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 、やりますよ。はい、 OK。 こんな感じで泡立っていきます。見えるかな、ちょっとね斜めにしてきめ細かいフォームのミルク、こんな感じですかね。ほら泡立った。もうちょっと今なんか
まだ粗い感じかな。少しちょっと細かい泡を細かくしますね。クリーミーな感じ。 OK、 いいんじゃないでしょうか。はい、これです。こいつです。こいつが肝。これがあればいいそうなんでね。おい、いきますよ。こいつで。おお。ラテアートはできませんでした。ラテアートはできませんでした。でもなんかちょっと練習すればできるかもしれない。頑張ってみようかな。よし。はい。という感じで、このね、このミルクフローサーと、このモカエクスプレスか、こいつがあれば、アウトドアでも、うん、カフェラテが飲めると、うん、いいですね。うん、いい感じ。このね、ミルクのフォームドミルクの量が多いのがカプチーノみたいですよ、ね、泡がめっちゃいっぱい乗ってるやつがカプチーノで、泡の比率の違いらしいですね。そのカフェラテとカプチーノの違いって、うん、このフォームドミルクの泡がたくさん乗ってるやつがカプチーノなんだって。おお、めっちゃこの泡をね、もっと多分いっぱい入れると入れちゃいない、もっと入れるとカプチーノというふうなことらしいですね。うん、うん、カプチーノってなんかおしゃれって感じがしますね、なんかね。うん、そう、今までね、ただただ漠然とこう、なんだろう、このコーヒーを飲んでたと言いますか、なんだろう、普通に豆を買ってきて、でミルで引いて、でペーパーでこうやってたんですけど、自分のね、好きな好みのコーヒーってなんだろうって考えた時に、僕はカフェラテ、うん、がすごい好きだったんで、ドリップタイプのねコーヒーもコーヒーですごい好きっちゃ好きなんですけど、やっぱりこのラテが僕はちょっと飲みたかったんで、今回ねこのビアレッティがあればできるっていうことが分かりましたんで、ちょっとキャンプとかにもちょっと持っていきたいなと思うんですけど、うん、美味しい。全然ね、もうね、わざわざね、この、まあ、機械がなくてもこのブレンディーのエスプレッソとかでもできるっていうことなんですけど、少しはちょっと、ね、キャンプはね、時間がありますんで、
でもなんか思うんですけど、コーヒーを飲んでこうゆっくりしようっていうか、あれですよね、なんか意外とこの豆からとかコーヒー一杯作るのにもなんだかんだでちょっと時間かかるんですよね。豆をひいてお湯沸かしてでドリップしてって、でそういうのを考えたら、なんていうんだろう、コーヒーでゆっくりしましょうっていうか、ゆっくりする時間を取らないとコーヒーは飲めないぞと。なんかそんな感じですかね、うん、なんだろう、コーヒーやなんかお茶が飲めるぐらいこうゆっくりとした時間を取りましょうっていうことなんですかね。なんかそういうブレイク、うん、が必要なんだろうなっていうのが思ったりしましたね。そんなことを思いました。今日この頃でございます。なんか皆さんもおすすめの、このね、なんかコーヒー豆とかもあれですよね、いろんな種類があってすっごい奥深いですよね。なんかすごい勉強したいなって、もっともっとちょっといろんなことを勉強したいなっていうふうな思いました、うん、違う豆も試してみたいし、ね、引き方の違いとかも出てくるだろうし、この豆によってね引き方もあるだと思うし、なんか奥深いですよね。そういうことを考えるようになってきたらコーヒーって面白いなっていうふうに思うんですよね。うん、いろいろとこう試しがいがあるというか、勉強がしがいがあるというか、そうなんですよ。何かに似てるなこの感覚って思ったのは、ラーメンに似てるなって思ったんですよね。そうなんですよ、福岡で自分の好みのラーメンを見つけた時、あ、これが俺の好みだっていうのが分かった時に、こうなんだろう、こういろんなこうラーメン屋さんをこう巡って、こう自分のドンピシャの好みを探していくみたいな、そういうのと似たような感覚。ね、自分のこの好きな好みのこう豆とか引き方飲み方っていうのがね、分かったらなおさら楽しくなってくるんだなっていうのが思いました。はい、皆さんもおすすめな豆ですとか飲み方なんかあったら教えていただけたらと思います。はい、どうもありがとうございます。コーヒーで今日はありがとうございました。ミッチザブートキャンプのミッチでした。あー、美味しい。